島第一では電源の喪失に加えて海水を汲み上げるポンプ自体の水没で冷やす機能を失いました。電源のほかに絶えず水を供給するためのポンプや水源の確保も必要です。泊発電所では事故が起きた時でも確実に原子炉を冷やすことができるよう従来から複数の常設のポンプを設置していますが、安全性を高めるためさらにポンプを増設しました。またこれら常設のポンプが使用不可能となった場合に備え移動可能なポンプ車も数多く配備。これらのポンプ車は地震や津波で同時に損傷しないよう校内の高台に分散して配置しています。